はいどうも、皆さん、こんばんは、モッティです。さあ、とうとう、この地に足を踏み入れて、しまいました。あーホタルちゃーんお久しぶりやでータコが来とるのか、かわいい。やっぱ塩辛味だよなぁ。こんちゃー、こんちゃー。やっぱ来てくれたよね。遅くなったな。すまんな。君のことを街で見かけた時から、他との人とは違うっていう目をしてた。ありがとう。そうでしょ。あ、メンゴメンゴ。私はホタル。そう、みんなご存知、塩辛ーえ。知らない？マジで？嘘やん。あ、そう。まあいいや。いいのか。ちょっと助けてもらいたいことがあって、君みたいな子を待ってたんよ。ハイカラスクエアのエネルギー源、大電池ナマズが消えた事件知ってる？それだ、一番最初起動したらそんなこと言ってましたね。あれ、実はタコ軍団のオクタリアンの幸せだ。はあ、なんでこんなこと知ってるかっていうと、私、表の顔はアイドルなんだけど、その正体はニックキオキタリアンから世界を守る、ニューカラストンビカラストンビ部隊2号。はあ、てなわけで、ここでオクタリアンを見習ってんだけど、ちょっと一人じゃ手に負えんくなってきて、謎もだけど、アオリちゃんもおらんし、そうなんよね。あ、こっちの話。というわけで、お願い、私に協力して、あいつらから大電池ナマズを取り返して。黙ってるってことはイエスやんねん。イエス。よし。今日から、君をニューカラストンビ隊の隊員4号に任命します。なんかやる気満々なんですけど、急に。1号と3号はどこなんですか？特製のヒーロースーツを、あ、1号、3号、そうか、3号あれか。サイズもぴったり、葵ちゃんお下がりだけどね。ほんとだ。それじゃあ、レッツゴー！以下よろしく！ちなみに、オクタリアンの基地は入り口は透明だからインクを塗って開けてね、と。前回と一緒ですかね。はい。なるほどね。鳥間怪しい場所を見つけたら攻撃し、了解。あー、ホタルちゃんなんじゃー。あー、ホタルちゃんなんじゃー。あー、やっぱりホタルちゃんが一番いいんじゃー。ホタルちゃんなんじゃー。なんだこのハテナ。おう。あー、それ割ってけと。わかりやすいですね。なんか、いわゆる、初心者仕様の何がし的な話らしいですね。あ、なんかこういうのやっていかなきゃいけない。今作こういうのやっていかなきゃいけない系。あ、こういうのやっていかなきゃいけない系。届かなくね？届かない場合は、ちょっとこのトゥットゥットゥが割とめんどくさい。トゥットゥット、ここだ。あ、違う。まだか。まだ先か。おい、いきなり結構あれですね。なかなか、なんだよー、ステージじゃねえじゃねえかよー。ステージだと思ったのに。なんだよ、タコツトボは、あ、記念ステッカー。あ、なんかそういうのを集めるんですか、今作は。へへ。なんだよ、ステージだと思ったら違うのかよ。あ、ここか。あ、これステージだな。やっと見つけた。そりゃそうだよ。最初からあんな大変。2だよ !1 じゃねえじゃんどこだよ !1! なんか箱あるよ。どこだよ !1! なんか出た。なんだこれ、じょうろみたいな。なにこれ、ペイ！え、なに、煮干し、煮干しかなんか。あ、ここだ、ここ1だろ。ここ1だろ。さすがに。よし、来た、やっと1来たわ。オクタリアン再び、取り戻せ、電池ナマズ。レッツゴー。さあ、いよいよヒーローモード、モッティの実況プレイ、よろしくお願いします。まあ、とりあえずは、パッパパッパ進めていきますね。で、なんかもう、後々、こう、回収アイテムみたいのを、集めなきゃいけないみたいのがあったら、ちょっとまあ、それはそれで、その時々で集めていこうかな、みたいな感じはします。さあ、オクタリアン1号発見。オッケー。ちなみに、イカは、イカじゃないわ、イクラは、集めてった方がいいですよね、一応。前作も、なんだかんだ強化アイテム的なものは、あったので、しっかり集めといた方が、後々いい的な、ないのか、ここ入れないのか。行っていいやつ？これ何？ん？せーの、ポン。一個だけ？一個だけ？壁に隠れてゆっくり近づく。オッケー。あ、それね。はい。違った。あー、ちょっと待って、飛んでった箱！箱、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 箱。あ、でも、あれだわ。上から降りれそうだから、上から降りるわ。オッケー、なんか割れていく。降りる、降りる、降りる。箱を割りたい。こういうね、箱はね、割っとくことによって、後々なんかアイテムがあったりとかするんで、あ、なかったですね。なかったですね。で、イカリング。あ、イカリングじゃん、これ。あ、イカリングじゃ、え、イカリング？イカリング？イカリングじゃない。どっちかっていうと、うわ、なんかいる。いいね。でもイカリングですよね、多分ね。多分イカリング、オニオンポテトに、すごい、見えたな。はっ！あ、ダメ？いった。普
通に着弾。あ、死んでない。マジか。あとは、はい、ポン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 。はい、右ポンポン。オッケー。これで大丈夫？結構周りとかもしっかり見ていきたいですよね。でも割と、まあまあまあ、一番最初の面なんで、そんな苦戦することも特にないだろうし。で、あれを割ると、周りが全部爆発したスパンになるんで、倒せると。まあ、この辺はほんとワンと変わんないですね、全くね。変わんないですね。で、なんかいろいろありますね。右行けと、じゃあ俺は左に行く。俺は基本的には逆らっていく。あ、でもこれループするやつか、これ。ループするやつか。ほう。あ、なんかいるね。あ、行った。まあこれダメージ食らう分には何の問題もないですからね。普通に。2、3発ぐらい食らったらやばいんで一回引きますけど、みたいな。へぇー。いいね。楽しいね。サクサク。あ、なんか全然普通に出てくる。この辺でしょ？はい。もうなんかもう相手の、硬っ！硬っ、この箱。何これ？割れた。お！あ、鍵が入ってるやつは、硬えと。なるほど。ちょっと学びましたね。ちなみに、今、ホタルちゃんが喋ってること、僕全然まだ一言も読めてないです。はい。割と真剣にやってるんで。割っていいでしょ、こんなの。こんなん割るよ。あ、なんか来た、アーマー来た。あ、アーマーもこの策はね、あるんですね。これあると、敵の攻撃が多少防げたりするんで。まあ結構ね、本当にスプラトゥーン初心者の人は、マジでヒーローモードから始めた方がいいですね。縄張りとかじゃなくて。縄張りもありっちゃありなんですけど、あ、イクラ缶？イクラ缶？あ、めっちゃなんか攻撃された。イクラ缶か。なんかこれで結構基礎の動きとかを、あ、そう、敵がちょっと違うものによっては。はい。結構ね、学べたりするんで、割とゴリ押しで言ってますけどね。これなんか壊す順によってみたいなのある？あ、ボムでく、あ、ボムで反らすやつ？そう、前にこうやってガードついてるやつは、後ろにこう向けて、こうやってやって、こうやって倒すっていうのが、まあ、セオリーですね。この辺とかなんもない。なんもないですか？あれ、なんかそこなかった？あったよね。これな、あ、これ中間、あ、これチェックか。これチェック地点か。なるほど。で、僕はここを上に登ります。はい。上に登ると、ここに、あー、やっぱあるよね！あるよね、煮干し。煮干しでいいのかわかんないけど。ちゃんとね、そういうところはね、僕ね、任天堂のゲームやりまくってるんで、お得意中のお得意なんで、こういうところの裏には何もないですよ。知ってました。はい。で、よいしょ、怒り入れ通って、なんだこれは。落ちないように足元注意ね。はい。優しいね。さすがホタルちゃんやね。でも足元見るけどね。何かあるんじゃないかな。いや、足元注意ねって言われたら足元見るでしょ。ゲーマーの差がですよね。あ、これ上を。はい。金網はくぐると落ちる。くぐれと。くぐりまーす。なんでもなかったね。普通に。なんか囲まれるのかと思ったらそうでも。そこになんかある。こう塗れない？あ、そこの箱、いけなくない？そこの箱いけなくない？あれやばくない？あれ積んだくない？あれ。ちょっと割れない？わー、マジか。え、どうしよう。あ、積んだ。あー、濡れた。よかったそんな一面から大変なことさせないですよね。オッケーオッケー。しっかりこれで、多分じゃああれなのかな？ステージにあるアイテムはこの煮干しと、ステッカー？今作は。この二つあたりかな？ちゃんとコレクションアイテムというか。あ、先に箱壊してからでよかったですね。まあ、ご了承でいきますけど、オッケー。こんな感じ？サクサクじゃない？あ、最終チェック来た。なんか出た。あ、てかさ、スペシャル、あ、マルチミサイル？マルチミサイルあるの？あ、もったいな。右に打ちゃよかった。左に打ちゃよかった。左に打ちゃよかった。もったいな。エクセレーン。これさ、あ、すごっ！イェーイ、打ち放題だぜ。イェーイ、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 これマルチミサイルここに打つべきだったぜ。イェーイ、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 ご了承だぜ。イェーイ、イェーイ。イェイイェイ、いくら缶ゲットだぜ、イェイ、からの後ろに回って、イェイイェイ、余裕かよあ、ここゴールだったんですね。ここゴールだったってことは、これ戻らなきゃいけないと。ちゃんとこう戻れる仕様にね、なってるあたりがさすが任天堂ですね。はい。で、あ、なんかこれありましたね。あーすルーンルルーンルーンルルルルーンルーンルルーンおらーお前を撃つお前を撃てない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 ちょっと待ってこれ解除できないのこれ解除できないの解除敵どっかにいない敵どっかにいないいないぐだぐだ。ぐだぐだすぎんよ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、
あ、グダグダすぎんよ、マジで。先日のちびっこ民友選手権にて、ある少女の歌の途中、謎の衝撃波が発生し、装置が壊れる事故がありました。幸い、怪我人はいなかったようですが、てんてんてん。てんてんてん。よし、2面行きましょうか。あ、ちゃんとありましたね。タコツボリゾートへようこそ。登ってあげて、夏の風。オッケー。あ、マリオさん社員だ。そういう、やめろ。あ、なんか来た。あ、なんか来た。トムが来た。もう、こういうの見たら、夏場のステージ見たらマリオサンシャイン言うやつ。後ろはあれいける？いけないね。いけないんで、しっかり、これね、作る前にちゃんと裏とかしっかり見なきゃダメですよね。ダメですよね。こうやって見まくる。あ、これね、上げると壁になる的なやつです。これ、そしたらね。はい。しっかり箱も壊していく。壊していく。特に何もない。なんか面白い倒し方とかできたら、それはそれで面白いが、割と当たり前のように平然と進んでいく。昔ね、僕これの RTA やってたんですよ。RTA やってたんですけど、途中で飽きちゃいましたね。人口が少なすぎて。そんなことも中にはあるんだな、みたいな。ウェーイ！あ、ボムね？ボムね？はい。いいね。しっかり壁を塗れて、一気に行く。この辺はさすが爽快。しっかりいくらも取って、裏をしっかり確認した上で何もなければ先へ進むと。いいですね。もう初見で順調。もうあれですね。ノーミス、ノーコンティニュークリアで行きましょう。もう一撃で、僕本当にヒーローモードはマジでヒーローモードの日の字も触ってないんで、何も調べてないし、何も知らないんですけど、もうこのスプラトゥーンで鍛え上げた直感をね、すべて活かして、もう完璧クリアをね、僕はしますよ。そんな宣言しちゃっていいんですかみたいな。まあ任せとけって感じですよね。こんにちは。あ、痛い。落とせ。ウェーイ、圧力かけていく。ウェーイ、ウェーイ。はい、はい。どうしようもなかった。あ、なんか後ろにある。あ、なんかある。あ、オッケー、ステッカー？あれか、ステッカーじゃなくて、あれですね。地図というか、なんつうんですか。なんつうんだっけ？歴史書？なんだっけね。なんかありますよね、そういうのね。オッケー。で、あとは煮干しね。煮干しがどこにあるかかな。おーん。あし、お、なんか上に浮いた。逆に当てにくい。こんにちは。さよなら。はい。で、逃げられていく。あの中にあるとかそんなないよね。大丈夫ですよね。しっかりね。後ろも確認しつつ、あ、クリーナーくんチーズ。インク吸っちゃうんで、ダブルでこうやって、右と左に。行けば簡単に上がれますね。で、なんか、この辺の下とか、金網。あ。あ、あ、これ戻れます。あ、ここ絶対あれだわ。あ、でしょうね。あ、違う。あ、まだ。おやー？おやおやおや？上に戻って上にも何かある。これで上に何かあるよっていうのを教えてもらった上で、上に何かあるよっていうのを教えてもらった上で、行くのかな？痛い。めっちゃでかっ！こんなスポンジでかいの初めて見た。オッケー。あ、これイクラですね。あ、なんだこれ。あー、イクラか。イクラかんか。あ、濡れてない。濡れない。はい、爆発させて、イクラ取る。このね、あんまりね、速攻で壊すの良くないですよね。先に塗るか。先に塗って、上を先に行きましょう。ニューイーン、ニューニュー、ダッサ。ダゼー。ダーダー乗れない。どうしよう。オッケー。1個、2個、3個。あ、煮干し、あ、当たり前なとこにありましたね。オッケーオッケーオッケー。あとは、じゃあ、イクラ缶がそこにあるんですね。イクラ缶を取って、上に行きましょうか。なんか、下手だね。壁走り下手ですね。よし、オッケー。いやー、よし。もう完全に、田んぼの田。田んぼの田があった。さあ、なんだ。着地だな。スーパー着地だな。スーパー着地だな。任しとけ。今度はちゃんと使う。今度はちゃんと使う。うかっこー！どやー！全部倒してやろう！せやろう。やったやろう。ちゃんとやれたやろう。で、どこ？で、どこ？あれ？あん？あん？あ、倒してないまだ、もしかして。まあ、一個出てきたよ。あ？あん？あ？あ、まだいる？まだいる？まだいる？うわー！あれ？どこ行った？ああ、ああ、なんか落ちてったのね。落ちてったのね、今の爆風によって。そういうことね。だからちょっと時間かかったの。なるほど。お。今度は2段ですか？これは、見つからないようにオクタリアンに、しっかり。はい。
逃げられていく。さあ、そして、あとは、あ、ここね、難しいやつですけど。あ、前作に比べたら結構この空中スポンジは割と簡単になりましたね。あ、新しいの出てきましたね。あいつ、割と耐久あるんで、気をつけてください、みたいな。ああ、ボンブ！やるな。だが、しかし私の方が一枚上手だったようだ。あとは、あとちょっとだ、進め。スポンジも？あ、そう。これね、意外と知らない人多いんですけど、今作。この壁使ってる時に B 連打すると普通に早く上がれるんですよ。結構ね、結構なんか周り見てて、やってない人多いなとか思ってた。なんか1の最終盤の時の S プラスの、あれでもね、結構やってない人多かったんですよね、あれ。はい。コアな音楽ファンの間で語り草になっている2年前の伝説の地下ライブ、DJ、オクタビオの、驚きのプレイと塩カラーズによる奇跡のコラボレーションは、その場にいたもの全てを骨抜きにしたという。へぇー。へぇー。え、知り合いなの飯田さんと。そんなことない。飯田さんの命も出てきてませんけど、みたいな。あとどこだ？そこだ。はい、来ました。夕焼けタケコプター、タケプターわざとです。のび太くん、スプラトゥーンやろうよ。なんだい、ドラえもん。僕がゲームで君に負けるわけがないじゃないか。なんだこれ。ダッシュいたからビュイーンとダッシュ。なるほどね。乗れない。乗れ、行くか。行け。ビュイーン？あれ、そんな、そうでもなかった。言うほどでもなかった。低い段差は B でジャンプ。はーい。いいね。なんか初心、親切ですよね、本当に。一番最初こう初心に帰って、スプラトゥーンを始めた時みたいに、な感覚でできますね。で、インクレー、ライドレール。はい、これね。ライドレールは、お、あ、勝手に進む。ちょ、待って。勝手に進むんだけど。あ、そうなん。スティック全く入れてなくても勝手に進みましたね。で、イカリング通る。なんだこの、なんか、疾走感がないソニック。疾走感がないソニックのステージは。そんなこと言っちゃいけないか。明らかに疾走感が欠片もないんですけど。まあ、ソニックは、あれは疾走感だけを追求したゲームですからね。まあ、そう言われたらそうなんですけど。お、いくら感ゲットで、飛んでいって、戻れ、あ、てか、左上にあれですね。イカマークありますね。残機ありますね、残機。へぇー、なるほどね。まあ、遊ぶのは遊ぶ分にはいいでしょ、みたいな。塗り塗り棒当たると痛い。塗れない。でもさ、それ、上にある箱どうやって取るの？あ、別に取らなくていいやつだった。塗り塗り棒。なんかあれですね。やばいですね、これね。ちょ、大人な世界へ誘われそう。よし、オッケー。で、やばいよね。なんかやばいよね。あまり大きな口では言えないですけど、やばいですよね。これは？ほう。ほう。どっかしらから取れそうな雰囲気ある。ああ、いやいや、もうこっから取ってくださいって書いてありますね。せーの。はい、余裕。で、戻りまーすと。オッケー。まず煮干しゲットですね。なんだろうね。今作の古文書というよりは、歴史プロフィール的な感じなのかな。はい、オッケー。で、どここれ。あ、これも上から登るやつ。あー、これで落ちちゃったから、こっから戻りなさいよと。いいですね。なんかこう、だんだんこうレベルがね、上がっていくわけですよ。ヒーローモードっていうのは、アクションのレベルが。そういうところがこう、なんか、作者の人たちが、ちょっとこういうところから学んでったらいいんじゃないかみたいな、こう、ゲームのね、開発者の人たちのこう気持ちみたいのをこう考えながら、プレイしていくとこういうヒーローモードとかって、なかなかね、あの楽しいですよね。ゲーマーとしては。せーの、ぴょーん！あ、強い。あ、これは強いわ。これあっても面白いですよ。多分、あれですよね。昔さ、ヒーローモードを、ヒーローモードで、ステージがまだ、旧作4ステージしかなかった頃って、あ、塗り返されちゃうんだ。へぇ。大丈夫？切るこれ。あ、意外と余裕だったね。あ、全然余裕ありましたね。ここは？これ何これ？お！そう、まだね、ヒーローモードにしかなかったギミックみたいなのもあったんですけど、それをね、追加のステージでいろいろ追加されたりしてたりするんで、ちょっとこういう、インクレールとかが、勝手に動くインクレールとかがあるステージとか、
そういうのあったら面白いかなっていう。ね。ほら、さっきこのダッシュボードとかね。いいですよね。さあ、どうしようかな。やる？モティビーモティビーモティビーモティ、モティ、モティビーあ、ちょっと押し切れんかったー出せー出せーニュイーンはい。全然足りてなかったですね、一体だけ。残念だな。なんでここ行って？そう、イクラはね、そっちに行けよっていうね。うわー誰だてめえは。あ、強い、それ強い。はい、うわーあ、ちょ、意外と強かった、意外と強かった。しょうもいのか意外と強かった。ちょ、どこ登れる？あれ、どこ登れる？登れない。あれ、登れないよ。あれ、積んだよ。あれ。あれ、これ。あれ、これ、降りちゃったらダメなやつだった、これ。もしかして。あ？あ？あ？あ、戻れた。あ、戻れた。はぁ、あ。なんで？チューン。あ、チューン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 、勝手に行っちゃった。最終チェックポイント来た。勝手に行っちゃって最終チェックポイント。さあ。おぉ、タイミング見計らえと。えへへへへへへへうおぉまめみえ最後ちょっとソニック感ありましたね。いや、楽しい。めっちゃ楽しいわ。あ、ヒーローモード楽しいっすね。お、ボス登場ですか。まあでも、時間が時間なんてって感じかな。カンブリアアームズ移転のお知らせ、いつもご愛顧いただき、誠にありがとうございますでし、このたび営業所移転しましたのでお知らせしますでし。くっそ、どうでもよかったな。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。来週金曜日は第1回フェスということで、マヨネーズ対ケチャップですか。僕はね、混ぜて使うオーロラソースが好きですけど、どっちかっていうと、マヨネーズの方が好きです。でもどっちにするから考え中。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。